皆さんこんにちは。GB ヒストリーの霊夢です。解説役のマリサだぞ。今回は初代ポケモンの3バージョンのフィールドグラフィックの違いを紹介するぜ。初代は赤、緑、青、カバンの4作品じゃないかしら？赤緑のフィールドは全く同じだから赤緑、青、カバンの違いということだぜ。なるほどね。これはどの作品をやっていたかで見慣れているフィールドが変わるわね。みんなそれぞれ思い出のフィールドは違うよな。一応全部プレイしたけど青版の道路が全然違ったのを覚えてるわ。青版は道路以外にも違っている部分は多いし、ピカ版も特有のものがあったりするんだぜ。細かい違いを教えてくれるということね。ああ、ちなみに屋内の細かいグラフィックは3バージョンほとんど統一されているから。ここでは屋外のグラフィックの違いがあるものを紹介していくぜ。どんなものが変更されてるのか見させてもらうわ。それじゃあ早速順番に紹介していくぜ。ということでまずは建物の違いについて、まずはわかりやすく民家を例に紹介するぜ。こうして見てみると結構違っているだろ？大きさや形は変わらないけどドットの使い方が違うのね。ああ、まずパッと見でわかりやすい部分としてはやはり屋根だぜ。軒先にかけての部分が3バージョンそれぞれで異なっていて、赤緑は細かいドットで表現されており、青版は白い縦線が入ってるストライプ柄、そして木下版はアーガイル模様のようになってるぜ。なおこれらは壁や床、玄関マットにも使われていない屋根オリジナルの模様になってるんだぜ。屋根のために作られた模様なのね。ああ似た模様は存在するけどオリジナルだぜ。そして屋根以外の違いとしてはドアと窓だぜ。ドアについてはこれまた3バージョンとも異なっているぜ。ピカ版は赤緑とあんまり違いを感じなかったけどドアは結構違うデザインだったのね。なおこの民家のドアは建物系のほとんどで使われているから、それぞれのバージョンのドアは他の建物のドアとしても多く使われてるぜ。そして窓についても3バージョン異なっていて、赤緑は割とシンプルなものとなっているぜ。青版とピカ版は光が反射している感じをそれぞれで演出しているぜ。わざわざ光の反射まで専用で作っていてこだわりを感じるわね。一つの世代で3バージョン違うものを作るのはすごいよな。ちなみに外壁に関しては青版だけ若干異なっていて色の濃い部分が少し多く使われてるぜ。やっぱり青版は特別な感じなのね。そして民家以外の箱型の建物についても3バージョンで異なっているぜ。まず屋根と壁面は赤緑とピカ版は同じになっていて、青版のみ配色が異なっているぜ。青版は屋根が薄い色合いになっていて壁面には濃い差し色がついてるのね。ああ、あとの窓やドアについては民家と同じく3バージョンそれぞれのものとなっているぜ。建物は民家もビルもそれぞれで違うものだったのね。ピカ版は赤緑と似てるけどわざわざ変更しているのはなんだか嬉しいよな。ということで続いては看板の違い。看板についても3バージョンとも異なっているぜ。この違いはわかりやすいわね。ああ、赤緑とピカ版は足が2本あるけど別物になっていて、青版については L 字のものから看板が吊られているぜ。よく見ると青版は吊り下げ看板だったのね。そして看板の文字については青版は赤緑の文字を横に引き伸ばしたように見えるぜ。確かに書いてある文字は似てるっちゃ似てるわね。ただピカ版については赤緑とは全く違う言語のように見えるぜ。そもそもポケモンの世界の言語って謎だもんね。まあ現実でも日本語の看板もあれば英語で書かれてる看板もあるからな。とりあえず違う言語で書かれてるということがわかる看板だぜ。ちなみにダンジョンの中の看板は赤緑で統一されてるぜ。あくまでも屋外の看板のみということね。続いては道に咲いている花の違い。花については赤緑の花と青ピカ版の花の2パターンに分かれているぜ。青とピカ版が同じだったのね。赤緑は絵に描いたようなフォルムをしている白い花となっていて、青ピカ版の花は丸みを帯びているフォルムで薄い色がついているぜ。あまり意識はしてこなかったけど青ピカ版の花は存在感があまりないわね。比べてみるとその理由が分かるぜ。赤緑の花は4色で表現していて花びらの色が白く、黒い縁取りがしてあるから目立つんだけど、青ピカ版は3色で表現していて花びらの色が周囲の草道と同じだから目立たないんだよな。色の使い分けが大事な例の一つね。さらに縦の長さが青ピカ版はまっすぐ伸びた時のみ赤緑と同じ8マスになるから、赤緑勢からすると小さい印象を抱くと思うぜ。存在感に差が出るわけね。続いてはフィールドにある木の違い。木については3バージョンそれぞれ異なっているぜ。
赤緑は広葉樹のような丸みを帯びた形になっていて、青番は中央にくぼみのある形になってるぜ。そして菊番は広葉樹というより針葉樹のような形になってるぜ。菊番はなんか立体感があって良いわね。先細りしている感じを影の感じで表現しているのがうまいよな。そして八重切りができる木については赤緑と青番で葉っぱの部分の色使いが異なっているぜ。赤緑は濃い色使いになっていて、青番はなぜか薄い色使いになってるぜ。赤緑の方が葉っぱが生い茂ってる感じがするわね。形も同じだし青番でわざわざ変える必要があったのか謎だよな。そして菊番では赤緑のものが使われてるぜ。やっぱりこっちのがしっくりくるもんね。菊番は赤緑か青番のものが使われているから面白いよな。続いては道にある杭の違い。杭についても3バージョンで異なっているぜ。赤緑と菊番は形が同じで色合いが若干違うものとなっているぜ。陰影の付け方が違う感じね。そして青番については実は形が違っていて杭のてっぺんを見るとよくわかるぜ。赤緑の方は完全な円に見えるけど青番は確かに綺麗な円にはなってない感じに見えるわね。そしてそのてっぺんの色も赤緑は白になっているけど青番は黒になっているぜ。やっぱり青番特有の濃い色合いになってるのね。確実に濃いフィールド作りを意識してるのがわかるよな。なぜか下の方だけ白いから子供の頃はポッキーに見えてたわ。ドット絵は個人でいろんな見え方がするのはあるあるだよな。続いては石のようなオブジェクトの違い。行き止まりの壁のような使い方がされるこのオブジェクトも3バージョンで異なっているぜ。よくわからないオブジェクトだけど3種類あるのね。形は同じだけど光り方が3種類ある感じだな。まず赤緑は T ポイントカードのような光り方をしているものとなっていて、青番は左右に十字のような光沢があるものになってるぜ。そして菊番は粉銅にしか見えない光り方をしているぜ。そもそもこれが何なのかわからないから正解の光り方がわからないわね。このオブジェクトが何なのかわかる人がいたら教えてほしいぜ。ということで続いては地面の違い。地面の種類については他の動画でも紹介しているから簡単に紹介するぜ。そして最初に言っておくと赤緑と菊番の地面は同じで青番だけ違うものとなっているぜ。菊番のフィールドに違和感がなかったのは赤緑と同じだったからなのね。そんなにパターンある地面は6種類あるから順番に紹介するぜ。1個目はこの地面で砂地のような地面になっているぜ。赤緑と青番の違いとしては石のようなドットの位置が変わっているぜ。これはどちらも割とシンプルな感じね。マサラタウンで散々見ていたと思うぜ。続いて2個目はこの地面で、未舗装の砂利道のようなものになってるぜ。赤緑では石がたくさんある感じだけど青番では謎の逆三角形のものが目立つぜ。青番のシオンタウンではかなりごちゃごちゃしてるように見えたわ。シオンタウンだからあまり舗装されてない感じでイメージに合うよな。続いて3個目はこの地面で、花が咲いてる草道になってるぜ。赤緑では短い草が生えてるような草道で、青番では草が短い芝生のように見えるぜ。花が咲いてるからわかるけど青番は草道というのがちょっとわかりづらいわね。続いて4個目はこの地面で、いわゆる草むらだぜ。ポケモンが出るおなじみの草むらね。赤緑では大きさが同じ2枚の葉っぱが重なっているものとなっていて、青番では葉っぱの高さに差をつけていて色合いも濃いものとなっているぜ。これはどちらも良いデザインだから好みが分かれそうね。続いて5個目はこの地面で、ブロック型のものとなっているぜ。これは玉虫式のイメージがあるわね。赤緑ではインターロッキングブロックという舗装方法のものだとわかりやすく、青番ではそのブロック間の溝が深い舗装になってるように見えるぜ。人間がちゃんと舗装してる人工的な道も良いわね。続いて6個目はこの地面で、これは桟橋で使われるものとなっているぜ。シオンタウン下にある桟橋ね。通称サイレンズブリッジだな。なお赤緑と青番の違いとしては板の光沢の部分だぜ。青番の方が綺麗に光ってる感じがするわね。ただ歩き回られた桟橋にこんな光沢があるのは不思議だぜ。なお桟橋以外にも段差がある道と道をつなぐ場所でも1マス分のこのチップが使われてるぜ。気にしたことなかったけど段差のここは桟橋の部分だったのね。そしてその段差自体も赤緑と青番ではグラフィックが違っていて、横向きの段差は形は同じだけど青番で色合いが少し変更されてるぜ。青番では少し白い感じね。濃い色合いのフィールドを出すために逆に白を使っているのかもな。なお縦向きの段差については赤緑と青番で変更はされてないぜ。道一つ一つにも工夫されてることがわかるわね。ということで続いては岩山の違い。岩山というのはお月見山や岩山トンネルなどのダンジョンの他に、
通の道路の壁としても使われてたりするぜ。あまり気にしたことなかったけど確かに岩山ね。この岩山は赤緑区画番は同じで青番では少し変更されているぜ。あら？岩山の壁面ってさっきの段差と同じじゃない？まさにその段差のパーツを並べて岩山を作っていたんだぜ。全く違和感のないように作っているのがすごいわね。そして岩山の平面については、赤緑区画番では洞窟ダンジョン系の地面の色を明るくしたものを使っているぜ。似てるけど色が違っていたのね。色合いはお月見山の地下の地面に近いけどこれはこれでドットの使い方が違うから別物なんだぜ。そして青番の岩山平面については完全オリジナルのグラフィックとなっているぜ。青番のダンジョン系は赤緑で統一されてるからオリジナルのものってことね。そういうことだぜ。意外とレアなものだったんだぜ。ということで最後は水辺の違い。水辺については3バージョンで異なっているぜ。波の感じが違ったわよね。ああ、赤緑では格子状に波が動いており、青番では曲線を描いた波になっているぜ。そして区画番では青番に近い形だけどよりリアルな波を描いているぜ。赤緑よりも青番と区画番の方が波としてわかりやすいわね。ああ、だんだんと波のクオリティが上がっているから、制作陣が毎回良いものを作り上げようとこだわっていたのがわかるぜ。ちなみに双子島やサファリゾーン内の水辺は赤緑で統一されてるぜ。赤緑以外は2つの水辺が見れてお得な感じね。ということで今回の紹介は以上だぜ。さあ今回は3バージョンでのグラフィックの違いを紹介したけどどうだった？なんとなく違う感じがするとは思ってたけどはっきり何が違っていたのか分かってよかったわ。青番はほとんど新規グラフィックだったから分かりやすかったけど、赤番は赤緑青番が混ざっていたり新規があったり分かりづらかったもんな。今回はそのおさらいができてよかったと思うぜ。初代なんてわざわざフィールドに変化をもたらす必要はないと思ってたけど、結果それぞれ個性がある作品になったのはすごいことよね。幼い頃の思い出を作ってくれた当時の制作陣には感謝だぜ。これからもこんな感じでポケモン情報を発信していくから、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いするぜ。みんなの感想コメントも待ってるわ。それじゃまた別の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。